立ち上げてからいいですよ。始めますね。はい。よいしょ。どこへ行って？よろしくお願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組では、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。最後までお付き合いください。ということで、お久しぶりの収録になります。はい。お久しぶりです。すいません、ちょっと僕の事情があって。ええ、大丈夫ですよ。2週撮りが2日続いて。続いて。なんか感覚がおかしくなりそうなんですけど。はい。結構間が空いてしまったので。そうですね。まあ今日も楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ。@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということで、ツイキャスの方が早速来てますので、紹介したいと思います。ヤンポーさん、サッチー、キャンチー、こんばんは、と来てますね。こんばんは。名古屋のダンサーズさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんか、週が空いた分どう進めていいのか分からなくなってきてますね。どうしよっかな。一曲いきましょうかね、はい、お願いいたします。今日は、収録が5月5日で子供の日ということで、カオルとトモキたまにムックで丸々モリモリです。どうぞ。これよく踊ったな私。結婚式の余興で入りましたね。余興で入った。だらお空によくやってた。これも10年ぐらい前ですかね。ですね、そのぐらい多分なると思います。10年前普通に社会人だったって思うと、ああそっかそっか、この年を取ったなって思いますね。そっかそっか、そうだそうだ、社会人の時に見てた子役の子がもう成人してるっていう、なんか不思議な感じですよね。そうですね。そう、どっちかいいかな、どっちかいこうか。たまにカクカクになるっていうツイキャスが、なんかちょっとぐるぐるしてますね。これは僕のスマホのせいかな。サッチーさんの方のは動画動いてます？動いてますよ。動いてます。うん。私は大丈夫です。僕のスマホです。
あ、でも分かんない、いつもだったら貴重なメンバーが来てないか、どんなかな。10年前は JA 職員でした。もうコメント来てますね。来てますね。10年前、何してたかな。10年前、28、9。資格取るのに必死こいてたかもしれん。10年前僕は NPO 法人でした。おお。じゃあそりゃ こんなナリが好きな人間がそんな職場に住まないですね。あ、たまに泊まりますが今は OK ですと来てますね。ダンサーズさんから。今流れましたね。ありがとうございます。旦那来ないなって。確かに確かに気づいてないとかか寝てるかどっちか。はい、では間もなくです。はい。お聞きいただいたのはカールとトモキたまにムックで〇〇モリモリでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。今週のテーマは子供の頃どんな遊びしてたです。まあ今日子供の日ということがありますので、いろいろ皆さんに童心に帰ってもらってどういう遊びをしてたかっていうのをちょっと伺ったんですが、早速メールに行きたいと思います。お願いいたします。ヤンバル東さん、かっこヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。こんばんは。初めに言っておきますが、やなうまくやはなしだからね。マーヨにも言われたから、子供のところの遊びといえば、と来ていて、7つほど来てるんですが、ちょっと抜粋して、2つほど紹介したいと思います。1つ目、赤白帽のヘルメットを、赤白の旗とヘルメットをかぶりバリケードとカラーコーンを設置して車を止める遊び、かっこ地元の人に怒られた。そりゃそうですよ。そりゃ怒られます。2つ目、かくれんぼは人の家の中に隠れる遊び。いや、人の家に隠れちゃダメダメダメ、不法侵入ですね。不法侵入になっちゃいますよ。あと1個いこうかな。台風の日は海で泳ぐ。いや、それダメ。新法の人に怒られた。そりゃそうですよ。いや、怖い。怖い怖い。これ以上書くとキリがないので、この辺でストップします。7つぐらい書かれてて、これ言えないでしょっていうのが何個かあったので、ちょっと抜粋しました、今回。いやあの、やなあしびって、はい、あの結構年配の方とかそういう遊びをしてたって話を聞くじゃないですか。はいはいはい。僕のおじいちゃんのエピソードを聞くと、まだヤンポーさんのやつかわいいなってなるのは、うん、はいはい、やばいなって思いましたね。あー、確かに確かに言えてる。僕はもっとまともな遊びしてたなって思うんですけど。私も確かにそう思った。でも確かにあの家の中までは入らないにしても、うんうん、近所のアパートの階段に隠れたりとかしてたんで。あーっていうのはあるある、はい、な、今の子たちは多分それも決してやらないんですよね。あー、ちゃんと教えられて、うんうんうん、そう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 。あ、ヤンポーさんはヤナワラバーとしか言いようがないです。私も僕もヤナワラバーでしたね。はい、では次のメールに行きたいと思います。サッチー
こんばんは、ヤンキチですと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、子供の頃どんな遊びしてた。子供の頃はヤンバルの田舎だったので自然が遊び相手。面白かったのは牛ガエル釣り、魚釣りより面白かった。多分想像はできないだろう、わらと来ておりますが、追加で詳しいのを来てたので、はい、ちょっと紹介したいと思います。お願いいたします。先日送信した詳細メールの追加です。先日は牛ガエル釣り、餌は使い古したノートで、釣り針にノートを適当な大きさにちぎり、カエルの前でひらひらさせるだけ。カエルは近眼なので、蝶々に見えて、食いつき、釣れ、面白いですと来てます。すごいですね。PS で、追伸で、釣ったカエルは食べませんって来てますね。食べないんですか？うちのおじいちゃん食べたって言ってましたよ。昔は食べたんでしょうけど、どうなんですかね、今の。牛ガエル美味しいって言ってましたよ。あ、そうなんですか？はい。カエル食べたことない。身が多いから美味しいよって言ってました。あ、そうなんだ。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いします。サッチーさん、こんばんみそ、みそ煮込みスキーですと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、子供の頃どんな遊びをしてたですが、インドア派では、お店屋さんごっこ、アウトドアではままごと遊び、そして男子とは、竹の棒でチャンバラ、田んぼでオタマジャクシやフナをすくってました。オタマジャクシはたくさんバケツに取ったら、しばらくして足が生えて、カエルになりそうで怖くなって元の田んぼに返しに行った思い出がありますよと来ておりますね、うん、まあ田んぼとかは確かにオタマジャクシいっぱいいますからね。そうですね、私も何回かオタマジャクシ取りに行ったことあるんですけど、はい、途中でやっぱりやめたって返してました。あ、そうなんですね。僕も手づかみでずっと取ってましたね。あ、そうなんですか。うちのおばあちゃんが、はい、ちょっと畑を持ってたので、あ、そこの雨水をためたドラム缶の中にいっぱいオタマジャクシがいるんですよ。はいはいはい。子供からしたらお宝じゃないですか。お宝ですね。これってガッサガサ手に入れて、はい、こうバーっていって組んでたら、うんうん、大きいカメラとマイクを持ったスタッフとともに、はい、目覚ましテレビの大塚さんが来て、すいません、この辺りにアンポの丘ってあるって聞いたんですが、どちらですかって来てる、僕と弟って固まって、大塚さんだって思ったら、おばあちゃんが堂々と喋って、あっちだよって説明してるんで、おばあちゃんすげえって思ったら、さすが誰かね、見たことある顔だったね、親戚かねえ。何それ、何それ、ちげえわ。何それ、すごいな。では、次のメールに行きたいと思います。お願いいたします。サッチーさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。トゥインクルちゃんです。あ、トゥインクルちゃん、 ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、子供の頃どんな遊びしてた。子供の頃は、妹たちと学校ごっことかしてました。妹が先生役で私が生徒役でした。一緒にできて楽しかったですと来ております。なんかおままごとみたいな感じ。おままごとみたいな、まあ、いいですね。学校ごっこは私ないけど、そうだな、幼稚園の時、私結構おてんば娘で、男子と一緒に遊ぶのが好きだったんですよ、はい、で女子とは必ずなんかおままごととか幼稚園だありありじゃないですか、はい、だけど私は絶対女子と遊ばんって、男子と一緒にタイヤ跳びとか、学校でタイヤ跳びとか、あとコマ回しとか、そういう遊びしてましたね。僕妹がいるんで、はいはいはい、妹のためにおままごととかお人形遊びとか付き合ってあげたりとかしてたんで、はーはーはー、全然女の子との遊びにも混ざってましたね。あー、ツイキャスの方で、ヤンポーさんから、オタマジャクシはカエルになって家の中を飛び回っていた。お母に怒られた。ちゃんと虫かごで飼うようにしてましたね、うちは。私あれもしてたな、セミ取り。あ、家の隣が、実家の隣が公園で、すんごいセミが止まる木があったんですよ。もう上から下までガーって感じで、もう本当に。
すごいことになってて、でセミ取りでバッててザーって一回あの下に下ろしたら数十匹ぐらい一気に取れて、それを一気に虫かごに入れてお家に持って帰るっていうのをやってましたね。いいですね。意外と私も結構遊びほうけてたんで、やっぱ懐かしい遊びはいいですね、はい、いいですね。はい、では次のメールに行きたいと思います。お願いいたします。サッチーさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは、ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。ダンサーズさん、ダンサーズの時代は時代で流行っていた遊びはヨーヨーでしたね。あ、ヨーヨー懐かしい。当時ですが、コカ・コーラがヨーヨーを販売していました。そうだったんだ。あ、だった気がするな。また、瓶コーラの、王冠を集めて特別なヨーヨーをプレゼントする企画もありましたね。また、公園でヨーヨー大会もやっていましたよ。皆様はヨーヨーやったことありますか？と来ておりますね。実はですね。はい。多分ダンサーズさんがやってるヨーヨーっていうのが第二次ヨーヨーブームって言われてるんですよ。え、第一次ヨーヨーブームって？第一次ヨーヨーブームは実はあの江戸時代です。江戸時代に入ってきて、そこで流行ったのが第一次ブームで、実はこのコカ・コーラヨーヨーの時代が第二次ブームって言われてるんです。あ、そうなんだ。で、その次の第三次ブームって言われてるのが僕たちのハイパーヨーヨー世代。あー、なるほど。なので僕もめちゃくちゃヨーヨーやってましたし、いまだにいくつか持ってますよ。わお結構得意なんで。ああ、でもヨーヨー、ハイパーヨーヨー、私も一時期やってましたね。楽しいですよね。楽しい楽しい。あのループザループって言ってこう回す技じゃないですか。うん、あるあるある。あれやってる時にいつもあの必ずミスって顔面にぶつけてこの目の前にクマ作るとかってありがちでしょ。ありがちだありがちだ。ダンサーズさんがハイパーヨーヨーあったねって来てますね。いや、ダンサーズさんやってたならぜひちょっと今だったら通販とかで買えたりする。あ、買えますね、全然。やってみてください、楽しいですよ。意外となんかあのなんだっけ、東京タワーとかそういう系統のなんか、はいはいはい、ちょっとあやとりみたいな 技がありましたよね。あれはできなかったけど、ある程度はできた気がするな。僕は結構やりました。はい、東京タワーもすぐパッて。おお、すげえ。私意外とそういうのにはなんか遊びだけは、あ、ブランコとか、あ、ブランコもありましたね、はい、三角形作って。私、まあ、基本的なものだけはできてたけど、ヤンポーさんが、スケバンデカのヨーヨーは2種類あって、何これ見えない、鎖のものはヨーヨーになってた、なってなかったかなって来てますね。うん、あ、スケバンデカもヨーヨー使ってましたね。使ってましたね。そういえば懐かしいな。なんかヨーヨーで戦うあの元祖みたいな。はいはいはい。イメージありますけど。ありますね。でもヨーヨーって本当にもともと武器として開発されたものですからね。あ、狩猟の武器として開発されたのがおもちゃになったって言われてます。あ、そうなんだ。へえ。だからあれ実際ヨーヨーで魚取れるらしいです。は魚をやるけど思いっきりサッって言って、取れるんだ、取れるもんなんだ。頭に当てからカーって浮いてくるそうです。すげー。ちなみにキャンさん、子供の頃どんな遊びしてました？いやー、もう僕はもう遊び尽くしたというか、いろんな遊びしてたんで、はい、だから、ね、本当にいい世代だったなって思うのは、幼少の頃はあの道も舗装されてない、はいはいはい、ガタごと、もう周りのもうお兄ちゃんとか、はいはいはい、おじさんとかが一緒に遊んでくれたり、はい、小学生のお姉さんたちが呼びに来て一緒に花一もめしたり、あ、懐かしい、花一もめしたり、懐かしいとか、もう本当にそんな感じの、ちょっともう、あ、おじさんが竹とんぼ作ってくれたりとか、あ、昭和な感じで育ったんですよ。私もそうだな。でそこからちょっと区画整理で、まあ、少し先に引っ越したら、うんうん、もうそこからはもう本当に小学生に上がるぐらいの時からはもうそれこそゲームもやり始めて、はいはいはい、で、友達もできてくると、まあ、野球、サッカーしたりとか、鬼ごっこしたりとか、はいはいはい、いろんな遊びをしていく中で、自分で遊びを開発したりもしましたし、ね。おー、どんな遊びですか？ドッジボールのルールと、はい、鬼ごっこを掛け合わせて、ボール当て鬼ごっこっていうのを作りました。おー、ボール当て鬼ごっこ。はい。だから、ボールを取るとセーフ。
なので鬼に返すか、鬼が取れないにわざと意地悪して遠くに投げるか。あー、なるほどね。まあでも当てられることの方が多いと思う。取るっていうのは結構難しい。難しいですよね、確かに。だから僕たちがやってた時は小さい野球のプーカーボールっていうのを使って、はいはいはい、プーカーボール、あのカラーボールみたいなちっちゃいやつ、はい、でも走りながら投げて当てるって結構難しいんで、難しい、あの結構シューティング的な要素があって、すごい楽しかったんです。あー、なるほど。私結構隣がさっきあの公園だったって言ったじゃないですか、はい、なのであの先輩っていうか2つ上とか3つ上のお兄ちゃんたちとあのトイレがあって、トイレのとこ登れたんですよ、はい、そこから飛び降りて遊んだりとか足怪我しないだけ十分だけど、いやでもそういう飛び降りるっていう遊びってあの身体能力の向上に一番いいですからね。あ、まあそうですけど、でも、あ、でも怒られなかったな。考えたら怒られなかったんですね。周りでも結構の先輩方が多くて、はい、でやろうやろうって言ってあの柵、はい、柵を登ってトイレのなんか屋上みたいなところに行って、でそこからなんかイエーイって叫びながら飛んでたんですけど、私もそれになぜか巻き込まれて何回かやりましたね。何回かで怖い怖いとか言ってた、最初は言ってたんですよ。けどもう途中からいやどうでもいいやみたいな感じで飛んだら、おおやるねーみたいな。あ、でも楽しいですよね。楽しいんですよね。僕結構飛び降りたりとか飛んだりするの大好きだったんで。あ、今で言うパルクールじゃないですけど、はいはいはい、まあ、あんな感じでいろいろ障害物を使うの好きだったんで、うんうんうん、でも親にしょっちゅう怒られてました。で私あれもやってたな、あの滑り台があるじゃないですか、はいはいはい、滑り台を使ってあのボール当て、あーいいですね。なんか どんなボールだったかな、なんかプーカーボールではないんだけど、はい、かあのドッジボールみたいな感じの大きさのボールを使って、はい、滑り台、鬼は下なんですよ、はい、でふあの当たったら降りて他の人に当てるみたいな、おそういう遊びもしてましたね。あ、楽しそうですね。面白かったですよ、意外と。でその後から私はゲームとかやり始めたので、そう、小学生高学年になるとあの筋肉長者番付みたいなのが流行ったんで、はいはいはい、サスケみたいなのが出てきた時に、はい、家でサスケごっことかやってましたね。わお廊下でこうやって張り付いて天井こうやって行ったりとか、やったやったあとヘリを捕まえてクリフハンガーって指先でこう動いたりとかやってましたやったやったヤンポーさんが、車のフロントガラスにギリギリで誰かが野球ボールを当てることが、ことができるのかの遊びは、フロントガラスに当たって、車がパンクしたよ。やなわらば。車がバックした。バック。そりゃバックしますよ。びっくりするよ。やなわらばとしか言いようがないね、ヤンポーさんはもう。では、そろそろ、来週が2週撮りになるので、はい、まず14日の分の、テーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。テーマは、母の日に何あげる？です。おー、母の日。まあ、そう、母の日なんですね。そう、14日が母の日に当たってるんですよ、今年。なのでちょっと私もちょっと皆さんの参考にしながら何あげようかなっていうのを考えたくて、でどうしようかな、今週で行ってた方がいいですかね、21日のやつ。そうですね、お願いいたします。じゃあ21日分のテーマが、暇な休日何してる？です。お、確かに結構こういう話題ってなかなかないですからね。聞けないですね。なのでいいかなと。まあでも連休っていう連休はもう7月までないんですよ、確か、はいはいはい、あとは土日が休みの方とか、うんうん、シフトで日曜日と平日が休みの方とかいると思うので、まあ休みの日、まあ、暇な一日何してるみたいな感じですね。
まあ、僕に暇な一年がないので、なかなかそういうことないんで欲しいなって思うんですけど。はいなるほど。まあ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 。でも、アイススケート行ったり、ローラースケートしたり、またやりたいなと思ってます。アイススケートはサザンヒルでできますよ。そうですよ。だから僕、サザンヒル結構ちゃんと会員カード持って、おお結構通ってます。私、一回、旦那と一緒に行こうと思ったら、はい、足怪我してるの知ってるので、はい、旦那に止められましたまたあんた転んで怪我するよって。あ、私やってたんですよ。それでも小学校の何年生か、何年生だよ、5、6年生ぐらいの時に沖縄市にもあったんですよ。 ありましたね、うん、津山にありました。津山にあったので、はい、そこに結構行って友達と遊んでましたけどね。僕家が近いんですよ。あれ津山にあった時におばあちゃんに歩いて連れてかれたんですけど、はいはい、あんたにはまだ早いって滑らせてもらえませんでした。あらー、かわいそうはい、ということでお時間来てしまいましたね。はい、ではまた来週ということで、お相手はサッチーとはい、キャンでした。また来週、じゃあねー、バイバーイ。教えよ教えよ、こんばん見て今さら来てもお疲れ様でした。お疲れ様でした。よいしょ。暇はない。ラジオを聞くから。まあ、それでもいいよ。全然。私、暇な一日何してる？暇な一日何してるかなって一緒に考えてたっていう。一瞬。お疲れ様でした。ちゃんとツイキャスできてるね。旦那のなんかツイキャスがおかしくなってて。あ、そうなんですね。そう、なんかアカウント取り直したんですよ。取り直してコメントしたことなかったから、できてるかなと思ってたらできてるじゃないかびっくり。母の日来週だ、何あげよう。本当にそうですね。あと初30分ずっとできなかったら何かあげようかな。はい、しまったな、しまったな。旦那が来るかな来るかなと思って言いそびれてたんだよな。来たらなんか何とも言えないなと思ってあえて言わなかったんだけど、まあいっか、まあいっか ゴーヤーの日が旦那の誕生日なんですよ。そうなんですね。そう、ゴーヤー5月8日テストです音符ゴーヤーゴーヤーゴーヤータッテリーゴーヤーチャンプリーが誕生日プレゼントですねいや、ちゃっかり私買いましたよ。お、買ってまだどっかに置いてあります。これは楽しみですね、三日くんさんちゃっかりどっかに隠してます。でもちょっと悩んでるんですよね。あと一個買おうか、そのままあげようか、ちょっとそこで迷っててそう、なんか どっちにしようかなって迷ったんだけど、慌てて買ったんで。本当はね、一緒に行ってお気に入りのやつをって思ったんだけど、さすがにうーんと思ったんで過去にあげたものでもいい。あ、いいよいいよ、全然母の日のやつ過去でもいいですよちなみに子供の頃はサッカーとかゲームとかババ抜きとかやって、あ、ババ抜き懐かしい。ババ抜きは台風の日とかにろうそく立ててやってましたね、家族やることがいいんで。確かに台風の日ってやること限られますからね。停電すると何もできないですからね。できないできない。トイレも我慢しないといけない。できないできない。だから私お父さんと一緒に結構七並べとか。ああ、七並べ懐かしいですね。ああいうのやってましたね。いいですね。はい、ということで間もなくですね。間もなくですね。では皆さん今週もありがとうございました。ありがとうございます。58号線と言ってくださいね。ゴーヤーより58